しゅにょきにわとりプロダクション。にわっち。どうも、にわとりの中身でございます。今回もですね、調味料研究所をやっていきたいと思います。で、今回メインとなる調味料は、こちらね、カシムさんにいただいた、カツ飯のタレ、おたふくですね。こちらを使って、牛カツをね、作ってみたいと思います。で、まあ、まずは、これ単品でね、ちょっと、味わってみましょう。こんなもんかな。まあ、パッケージにはね、デミグラス風味濃厚と書いてあるんで、まあ、デミグラス的な味がするのかな。どうでしょう、まあ、いただきますね。じゃあ、そうだね、とんかつソースっていうよりは本当になんかデミグラスなお味をしてますね。だからこれカツ飯だけじゃなくてね、デミグラスソースをかける料理には結構使えそうな感じですよ。なんでしょうね、例えばオムライスとか、うん、全然多分違和感なく使えると思いますね。はい、それでは今回ね、こちらを使って、牛カツをね作ってみたいと思います。それでは調理パートへゴー。はい、それではね、牛カツを作っていくんですけども、まあね、牛カツといっても作り方はほとんどね、とんかつと変わりませんね。で、まあ、今回用意したこちらのね、お肉、まあ半額でね、500円、600円ぐらいでゲットできました。まあステーキ、肩肉らしいですね、牛の。でね、まあ見た通り結構ね、この油というか筋がね、結構入ってるんで、まずはね、筋切りをしていきましょう。まあレシピね、調べたんですけど、あんまりね、筋切りとか叩くとかそういうのは書いてなかったんですよね。どうなんでしょうね、やった方がいいんですかね。まあ一応、やっときましょうかね。ではまあ、こうね、刺すように。あ、無理だ。硬すぎて刺さらんわ、これ。硬っ。ちょっとこの筋は強固すぎるんじゃないですか。ね、硬っ。なんだこれ。うん。こちら辺はまだ、なんとかなるけど。ここ真ん中硬いね。これ。まあね、食べるときは切りますからね、これカットして食べるんで、まあそんなに筋が多くても問題はないんですけど、したら叩かなくてもいい気もしますけどね。まあ一応叩いときましょうか。まあね、叩いた方がね、ちょっと大きく見えるしね。まあすでにでかいけどね、ジャンボステーキ用って書いてあったから、ね、すでに手のひらぐらいあるんですけどね。裏返したらね、なんかすごいいい感じの部位みたいに見えるんですけどね。こっちだとなんかよくある安いステーキみたいにね、見えちゃうんですけどね。まあ、その通りなんですけどね。では、塩コショウをね、振りましょう。パラ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 。パラ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 塗り塗りパラ塗り塗りパラパラパラ、まああんまりかけたらね、ソースの味がよくわかんなくなっちゃうんで、こんなものにしておきましょうか。はい、それでは、ね、衣をねつけていきますね。こちらバッター液ですね。卵1と小麦粉第2ですね、に、まあね、つけます。ステーキを揚げるっていうのがなんかもったいなくてね、今まで多分やったことないですね。牛カツとかならね、牛カツじゃない、牛串とかは串カツの回にね、ちょろっとやったような気もしますけど、やらなかったっけ、あれ豚だったっけ、あんま覚えてないね。こういうね、ステーキ肉をもう丸ごと揚げるっていうのはなかなか経験ないですね。でパン粉はね、ちょっと細かめに握りつぶしておきましたね。ちょっと少ない、あんまりね、1枚しか揚げないのに無駄にするのもあれかなと思って、ちょっとケチっちゃった。なんかパン
粉は薄めがいいみたいなことが書いてあったんですけど、どうなんでしょうね。せっかく揚げるんだからしっかりつけていくような気もするんですけどね。やっぱ衣がねソースをキャッチしてくれる感じがしますからね。はい、こんな感じで。あ、言い忘れてたんですけど、肉はね、こう、まあ、筋切りとかする前にね、30分前に部屋に出してね、常温に戻しておきます。ではね、180度にね多分なったんで、揚げていきましょう。なんかね片面30秒ずつでいいらしいです。まあ、豚と違ってね完璧に火を通す必要はないんでね、牛なんでね。それではでかいの行くぞ。イエーイ。あ、すごい。さすが豚とはもう量というかでかさが違う。でもさ、30秒で、まあ、火が通らなくてもいいっちゃいいんだけど、衣ってねしっかり揚げないとなんかサクッとならないんじゃないかなっていう不安がちょっとある。じゃあそろそろ30秒かな。ひっくり返しましょう。これ難しそうな、ひっくり返す。でかいよね。何だよっていうぐらいでかいと思う。やばい、さすがに今回は取れましたよ。取れ高ですよ。油でびちゃびちゃになったけど、こういう時に1本部ですよね。やっぱね30度とかこれもう終わりかな。これじゃ乗らないんじゃないかって。乗らないな、これ。どうしよう。ちょっと重い。熱い。まあ乗ったから。でちょっとね油を切りましょうね。じゃあね、まあお肉のね油を切ってる間にね、その他の準備をしましょう。まあ、キャベツはね、前回やった丸めてね切る方法で千切りね作っておきました。でやっぱりねソースはね温めておいた方がね美味しいということが、あの味噌カツの時にね判明したんで、ちょっとね温めましょう。今回はさすがにご飯ね山盛りじゃないと足りないでしょうね。任せてください。いちご飯炊いておきましたよ。さすがにいちご飯全部空気はないですよね。まあ、山盛り消しておきましょう。ビジュアルもいいしね。はい、山盛りだいたいいちごぐらい。はい、タレカツのねソースも十分温まりましたね。ではね、そろそろお肉の方乗せていきましょう。失礼します。どうだ。あー、結構肉に火が通ったな。やっぱねビジュアルとしてはね、中身はあー、これだいぶ赤いですよ。でもこれがねなんか串カツって感じですよね。まあ、これ国産牛じゃないんでね大丈夫かなっていうところはちょっとあるんですけど、まあ、大丈夫でしょう。いや、これは食べ応えあるぞ。すごいぞ。乗るか、これ。よっ。すごいね。これ定食で頼んだらいくらするんでしょうね。結構、でもこれね、材料費的には半額だったんでね。まあ、キャベツ入れても600円ぐらいかな。すごいお得。ではね、ここにねタレカツのソースをたっぷりとねかけていきましょう。ドゥルルルルドゥルドゥドゥルルルルル。なんか味噌カツみたいになったな。よいしょ。はい、たっぷり塗ってね。すごい、これはうまいでしょう。完成です。串カツ、違う、牛カツ実食です。はい、それではねこちらの牛カツね食べていきたいと思いますけども、すごい本当にねこれでかい。
この大盛りのご飯がちっちゃく見える感じすごいね。もう大丈夫、僕ね朝も昼も食ってないんでね。で今4時ぐらいなんで全然大丈夫です、全然いけますよね。それではいただきたいと思います。あすごい豪華、ありがとうカシムさんそれではいただきますよ。どっから食べるかな、真ん中かやっぱり。あうまそう、ほんとなんか 肉の血が出てる、大丈夫かなこれまあいっか、腹壊しても大丈夫大丈夫。あやっぱ筋がねくっつってますね。こうまあいいか、もう筋も食うか。いやもう食うんだけど これねくっついちゃうんだよね。あ取れた。それではおおもうすごい、いただきます。うんうん、なるほど。なんかね、まあ、やっぱデミグラスソースなんでね、まあ、近いのはハヤシライスをねちょっと思い出しますね。この量は、このタレの量はね。でまあ一口目にねこうハヤシライスっぽいデミグラスのね味がふわーっと広がった後に、このお肉のねいい感じのレア具合のねお肉の柔らかさがいいです。本当にこれは美味しいですよ。こんなね全然高い肉じゃなくてもね全然満足できる。これはうまい。これはねご飯泥棒ですわ。うん、これはもうこれ山盛りにしたけど全然足りないかもしれない、米がね。もう普通のねステーキでも十分美味しいけどね、これ揚げることによってさらにカロリーをボンと増してね、非常に罪深いお味ですね。そこにさらにねデミグラスバーンだもんね。まあデミグラスがない人もね、あの塩とかでね全然牛カツ自体はね食べるのが普通なんでね、ぜひとも牛カツ、もう全然ね安いステーキでも美味しくいただけるんでね、試してみてはいかがでしょうか。それではねちょっとゆっくりいただきたいと思います。ごちそうさまでした。いやーもう満足度がやばい。何しろね肉に結構なね脂身があったんで、あれもちょっときつかったですね。でお米も炊いといた 1.5 合全部ね食べちゃいましたね。いやーデブが加速するわ。はい、ということでね本当に美味しかったです。この出会いをくれたカシムさんありがとうございます。本当にね、でも本当にこれはねもうデミグラスとしても全然使えると思うんでね、皆さんもね売ってたら買うといいですね。まあ売ってなかったらアマゾンで買えると思うんでね。うん、これはいいな、これは使い切れるか不安だったけど多分大丈夫だな。うん、はい、そんな感じです。今回はねそれではこのねカツ飯のタレ、おたふくのねカツ飯のタレをご紹介させていただきました。それではまた次回、バイバーイ。にわっち米返しコーナー、チューブタイプのガラムマサラ的な、ガラムマサラがいまいちよくわからないんごね。某中二病企画のあれですか。そうだよ、過去便乗。あの人たちが食レポで手放しで褒めることってほとんどないからね。でも普通に食べられるものは割とうまいうまい食ってるイメージがありますけどね。グリコだから買うというより、普段買っていたやつのメーカーがグリコだったと後から気づくことが多い。振り向けばグリコ。激辛カレーのリーも作ってるよ。はい、グリコの創業者は薬種屋さんのご出身ということもあってな、カッコカレーのスパイスは漢方薬の材料でもある。はい、カレーマジックは値段が安くて美味しい。もっと高くていいならデリードライカレーペーストがもっと美味しい。倍の値段するけどね。ほう、ダースジー、あれしまうの忘れてたんにはけど、もらったものあの辺に並べていくのもいいかもしれないにはね。100均、さすがにこれが100均で売ってたら感動するわ。俺のうちは玉ねぎとひき肉とピーマンとマッシュルームだな。動画を見るとナスとかが入ってて、いろいろな野菜が家庭で入ってるのが違うんだね。あんまりドライカレーを作る家庭じゃなかったんでね、まあ、適当にネットで
何を入れるのが多いのかなっていうのを調べて作りました。まあ全然ね、好きなものを入れればいいと思いますよ。いつぞやのジャスミンライスですね。やっと最後の一袋に手をつけたんごね。今タイ米高いよな。昔は5キロ100円から500円とかで買えたのに。安すぎ。そら関税かけますわ。茶色いものがにゅるーっと出てくるのを見ると何か連想してしまう。汚い。やっぱ中華鍋があるとたくさん調理できていいな。便利んごね。そういえば今回は参考レシピなしでやってるのね。まあ炒めて混ぜるだけやし、他にどんなものが作れるのかもやってみてほしい。まあそのうちやると思いますよ。この動画を見て買ってしまった。グリコはニワにロイヤリティを払うには。主やろ、なんで主って呼んだんやろ。なんでここ鶏になってるにゃ。普通に喋れ。まあ、米返しの台本の語尾をね、語とかね、鶏語にするとすごいなんか引っ張られるんですよね。カットレットが語源やから、カツはカットの鉛やぞ。はえー、じゃあレットの部分は何なんご。芯を切り抜いたところに濡らしたキッチンペーパーなんかを入れておくと鮮度が長持ちするって聞いた。はえー、昔除菌して濡らしたキッチンペーパー集めたらそこから傷んだんご。ファ、どっちには。ジャスラックでーす。金の亡者は帰ってどうぞ。芯の方から成長していくからやで。ナルニワ国物語。とどめ刺してるんだぞ。必殺仕事人かな。相席屋とかでボロボロになりながらコミュ力鍛えるか。友達が前相席居酒屋に行って、可愛くない人と当たって金ばっかかかったって嘆いてたには。怖いんごね。機械は待つだけではなく作るものぞ。にはこう見えて装飾系やし、しゃあない。前回の動画を宣伝してくれた方々、ピクシブファンボックスで支援してくれている足長美少女の皆様、それではまた次回。バイバーイ。にわっち。